グリーンはスウェーデンストックホルムに存在したビデオゲーム開発スタジオである。このスタジオの開発するゲームは映像クオリティが高いことで知られ、特にカーアクションやシューティングゲームを中心に制作していた。当初はパソコン向けのゲームを作っていたが、後々アーケード向けの作品やコンシューマー向けのテレビゲームソフトも手掛けていた。最新作は ターミネーター4サルベージョンでタイトル通り映画ターミネーター4のゲーム作品である。これはグリーンが前に制作した、ウォンテッド、ウェポンズ・オブ・フェイト同様、両者ともサードパーソンシューティングゲームである。2009年8月12日、公式サイト上でスタジオの閉鎖を発表した。閉鎖の理由は、あまりにも多くのメーカーが料金の支払いを遅らせていたため、 スタジオの資金操りができなくなってしまったためだとされている。よって、上記のウォンテッドやターミネーターは、スタッフの半数以上がリストラされる中で開発されたことになる。なお、ファイナルファンタジーを題材とした作品も作っていたらしい。グリーンの代表者だったウルフ・アンダーソンとボ・アンダースッソは、2009年に新たなゲームスタジオオ・オーバーキルソフトウェアを設立した。 オーバーキルが開発したペイデーザ・ハイストにはウルフ自身が演じるウルフというキャラクターが登場するがウルフにはグリーンの閉鎖を意識したスウェーデン出身の失業した元ソフトウェア会社経営者という設定があるグリーンが開発したゲームエンジンにディーゼルエンジンがある読んでそのままディーゼルエンジンでこのゲームエンジンの名称の由来だと考えられる このディーゼルエンジンはグリーンが最初に手掛けたバリスティックから最新作のターミネーターサルベーションまで使われ続けた歴戦の有志で他の会社のゲームソフトにも採用されている模様であるバリスティックスのゲーム画面バリスティックスのアーケード版バイオニックコマンドを手掛けたデベロッパーグリーンが公式サイトで閉鎖を報告2015年1月24日閲覧 閉鎖されたグリーンが、ファイナルファンタジーシリーズのアクションゲームを開発ありがとうございます。